滑り落ちないとかであれば問題ない。 OK、 よし、ちょっと縮んだ。 OK、 ウォッチアステップ、これ次第、これが決まるかどうか、本番一発で決まるかどうか、これさえ超えればあとは大丈夫。頼む、来い、まずい。 OK、 よし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 、超えた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 。 OK、 OK、 さあここで100枚コインとかで、なんかちょっとコインのルートミスとかなければ大丈夫でしょう。さすがにルートミスはないだろう。なるべくギリギリで、あちち C のここのコインを5枚。 OKOK、 ナイス回収。ちょっとまずい、ちょっとまずい、ちょっとカメラ危ない危ない。サイド先に土管だけ捕まり、帽子で Z 押す、矢印引っかからないでヒップ出る、あるあるそうですね、まさしくそんな感じで、ここ、ま、毎回待たなきゃいけないのが腹立ちますね。どうしよう、ここ一応なんだろう、短縮するか。一応ここ斜めに飛べば一応そんなにも難しくないですし、安全にショートカットができるとそれほどタイムは短縮にはなりませんが、で体力減るけどここら辺で一応コインは取れるんで、まあ問題ないでしょうと。必要なのが62枚だろう。62ならもう足りるな、結構コインには余裕ある。飯コイン余裕あるぞ。これで OKOK で、念のため羽帽子をで、一応ここ幅跳びで普通に届くんですが、安全策を取ろう、怖いんで。今めっちゃチキってるわ、めちゃくちゃチキってるわ、びっくりしてる、こんなにこの火山でチキることになると思わなかったOKOK、 ほんでここのコイン回収、1,2,3。ここも幅飛ぶのとどっち早いんだろう。あ、飛びすぎた、お、危ない危ない。これでゆっくりしすぎて羽帽子が消えるという失態はないとは思うけど、一応、あ、え、落ちない、大丈夫、マリアさん、マリアさん、お、あ、あ、あ、マリオ、マリオ落ち着くんだ、危ねセーフセーフセーフ、しかもタイムもちょっと早い、危ない危ない危ない。あれでズルとか言ったら笑うわ、逆に笑うね、あそこでズルとか言ったら絶対笑うね。はぁ、オッケーオッケー、いいよいいよ、ここで短縮できてるのはでかいわ。ザロン、やっぱ実力上がってると見ていいんだろうか。ちょっと今な、連打ミスった、チキリすぎて連打ミスった、チキリ関係ないのかもしれないけど、ここで斜めで、はい、あ、まあ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 、オッケーオッケー。あそこでアチチするかしないかでタイムがちょい違いますね。でパイプドリームス、死なないと思うけど、死なないと思うけど怖いな、多分死なないと思うんですけどね、練習では一回も死んでない。はい、おおおお、怖え。でここでグエとかなったら怖いんで、一応安全にちきります、ここもちきります。 OKOK、 ちょっとタイムロスにはなると思いますタイムロスにならない、ならないんかいと。あー、 OK、 ドリー来たよ、ここ無理すんな、ここは絶対無理する場面じゃない、ここのドリーは無理する場面じゃない。ここで一巡早くあそこのやつに乗ろうみたいなことを考えない方がいい。キャメラング、ここでいい、こいつでいい、キャメラング、キャメラング、あ、怖い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 、ちょっとダメだね、やっぱあそこはマリオさん視点だとちょっと怖い。 OKOK、 これで変なミスしなければな、これ意外とね、意外と失敗するんですよ、なんかわかんないけど意外と失敗する、高いとこがヒップドロップして体力なくなるとか。 OK、よし、超えた超えた、あと1枚、頼む頼む、こんなとこで変なミスすんなよ。キャメラング、ひどいひどい、アングルひどい、アングルひどい、これはちょっとタイムロスですね、当たんのかい当たんのかい今の、
あ、ノーノーノー、なんで止まった、ちょっともったいないな。キャメラングキャメラング、ちょっとね、アングルさんがね、あ、よろしくないわ、アングルさんが、あ、よろしくないわ、キャメラアングルさんがあんまよろしくないわ。一応この裏にあって、でここからはちゃんと見えるようにちゃんと配置されているんで、迷うことはないかと思われます。ちょっとタイムロスですね、ちょっとタイムロスになりますね、これは。ちょっとこれはもったいなかった、危ない危ない、キャメラングで、ここ炎出るので注意して、ここ左にあるんで OK。 タイム、あれ、タイムロスになっていない、炎当たったのに。やっぱ実力上がってんのかな。終わりたい終わりたい、ラストよラスト、ここでボンビすんなよ、ここでラストあれ出んなよ、絶対出んなよ、絶対チート使うのよ、絶対チート使うのよ、このクッパーですね、たまにチートを使う、たまにというか自分の操作ミスをするとね、チートを使うんですよ。マリオさんの炎がなくなったのにもかかわらず生きているというこの謎仕様、その謎仕様が起こる可能性があるので、そこを細心の注意で避けつつ、あー緊張して何言ってるか分かんない、ここ落ちるのは想定の範囲内、ここ落ちるのは想定の範囲内だ、あまりにも早く炎を出すとこれは危険すぎるので、安全に行こう、安全に丁寧に、しっかり丁寧に、安心安全の商品をお届けしますよ。あー行くぞ、さあついに長年の目標を達成できる日が来たかもしれない。テンションが上がっている、テンション上がっているとともに声がめちゃくちゃ震えている、緊張とともに寒気が、部屋が寒い、ただ単に寒い、雪が寒いぞ、外雪降ってんじゃないのかこれは。でここからワープ使うようになる、ここからワープ使うのでちゃんと見極めろ、 OK。 そっち飛ぶこっから気をつけろ、こっから吹っ飛ばすなよ、絶対吹っ飛ばすなよ。お、やったやったよっしゃ、行った行った、あ、37分切り狙えるあ、これ頑張れば37分切りいけるな。うわー、新しい目標ができてしまった、来た、37分切りを目指せると分かったところで、よし来た、勝った、これ勝って、これ絶対もう抜かされねえわ、これは大丈夫だ、思った以上の短縮だ、もう結構理想値だ、もういいか、よしサンクスサンクスサンドエンド、もういいか、フニラスーパーマリオ64ブラックサンクスフニラさんあー、やったやった、もう完全にワールドピタここ毎回止まるんですよ、先端森の木、まさしくそれ、まさしくそれ。